皆さんお疲れ様です。第7世代、最後のレーティングシーズンということで、今日はシーズン17のスペシャルレートについてお話しします。数字がたくさん出てきますが、頑張って寝ないように、ゆっくりしていってね。はい、レーティングバトル、シーズン17のスペシャルルールについてです。期間は2019年9月3日から、11月26日までです。ちなみに、剣盾発売日は11月15日なので、発売してからもちょっと遊べます。やったね。基本ルールとして、レベル1のポケモンのみ使用可能というものがあり、このルールの最大の特徴です。ソニックブーム、竜の怒りは、固定ダメージ技は強すぎるということで禁止です。その他、使えるポケモン、道具についてなどは、普通のシングルバトルとほぼ一緒です。シンプルですね。レベル1のポケモンのみ、とありますが、レベル1なら進化後のポケモンでも OK です。石で進化するやつや、お友達と交換して進化するやつなど、ですね。ここには載せていませんが、結構たくさんいます。また、そもそも進化をしないポケモンも OK ですので、通常のバトルで見るこいつらも使えます。さらに、持ち物も持たせられるので、当然メガ進化も可能です。通常通り、バトル中1回だけなので注意しましょう。また、進化後のポケモンでも、野生でレベル1の個体が出現するのであれば、これも使用可能です。ギャラドスがこれに該当し、通常、コイキングをレベル20にする必要がありますが、BW2 の自然保護区で、レベル1の個体が登場するみたいです。かなり出現率が低いらしいので、狙う人は頑張ってください。そしてこのルール、レベル1ならではの面白さがあり、ステータス幅が狭いのです。実数値で言えば、全ポケモンがこの範囲に収まります。能力差がないゆえに、低種族地のポケモンでも戦いやすい、というところが魅力ですね。では、ステータスのお話をしていくのですが、はじめに HP の計算式からです。内容はこんな感じですね。とっつきにくそうなので簡単にしていくと、ここは単純に種族値の2倍で、個体値、努力値の部分は、ざっくり94で OK です。後ろにレベルがどうとかありますが、ルールはレベル1固定なので、ざっくりこうなります。ということで HP の求め方をまとめると、HP 種族値を2倍し、94を足し、100の位の数字21を足す、で求められます。ちょっと何言ってるかわからないという人のために、例としてメガガルーラで計算してみましょう。HP 種族値は105です。これを2倍して210。94を足して304。100の位が3なので、11を足して、実数値は14です。簡単ですね。では、次に HP 種族値が99のトロピウスくんを見てみましょう。2倍して94を足して2足す11で13です。ステータス幅が少ないので、1の差が大きいのですが、種族値によってはそのプラス1が叶わない場合もあります。歯がゆいね。ちなみに、計算式上のこの部分、この部分の合計が100未満となる場合は、実質赤枠の中がゼロ扱いになります。というのも、レベル割る100の部分が、かける100分の1で固定のため、仮に99とかけた場合、結果は 0.99。ステータス計算は、小数点以下の値が出た場合、その都度切り捨てされるので、0.99 は切り捨てられてしまうんですね。その結果、レベルプラス10の部分しか生き残らないので、HP ステータスは11になります。意図的に HP を11にしたい場合はご活用ください。さらにちなみに、種族値の2倍が、100の倍数から、100の倍数プラス5の範囲になる場合、個体値、努力値が無意味なものとなる、という事象もあります。ちょっと何言ってるかわからないと思うので、HP 種族値52のカモネギくんを例にすると、個体値31、努力値252の場合、個体値、努力値が共に0の場合で、ステータスが変わらない、ということがわかります。このことから、
場合によっては、源泉や努力値振りが無駄になる、ということが起こり得ます。事前にポケモンの種族値からステータスがいくらになるか計算しておきましょう。時に、スペシャルルールで使用可能なポケモンの中で、最大種族値はラッキーの250です。実数値は16となり、頭一つ抜けています。逆に最低値は11で、これは HP 種族値が49以下、個体値0、努力値0で再現可能です。石つぶてやコイルといった、特性が頑丈のポケモンが、オレンのみで全回復するときなどに使えそうですね。ちなみにスペシャルルールでは、木の実ジュースが実質 HP 全回復アイテムになるので、採用率が高いです。ここまで HP のお話をしてきたので、まとめに種族値と実数値の早見表を載せておきます。活用したい方はどうぞ。それでは、再三 HP のステータスについて触れてきたので、ここからは HP 以外のステータスのお話です。攻撃、防御、特攻、特防、素早さについてですね。計算式がこれで、HP の式と結構似ています。簡略化するとこんな感じになります。これも一言でまとめるならば、HP 種族値を2倍し、94を足し、100の位の数字2を足し、性格補正をかける、となります。HP と違うところは、最後に足す数字が5になることと、性格補正があることですね。まあ、大体同じってことです。まず、性格補正についてですが、性格補正は、ステータスを 1.1 倍、もしくは 0.9 倍にします。0.9 倍は、レベル1の場合、どんなステータスも1下げる、と覚えておいてください。1.1 倍の場合は、ステータスが10以上ないとの意味です。例として、9と10にそれぞれ 1.1 をかけるとこんな感じで。小数点切り捨ての使用上、9.9 は整数の9扱いなので、補正の意味がなくなるのです。気をつけましょう。性格の情報補正を受ける場合、ステータスが10以上必要と言いましたが、レベル1において、これに達するには、なんと種族値が203必要になります。しかも、使用可能なポケモンで、203以上の種族値を持つポケモンは、つぼつぼと鋼いるだけです。しかも、防御、特防の種族値だけですね。通常の対戦において、あんなに悩んでいた性格ですが、情報補正はこの2匹以外無意味なのです。面白いですね。補正がほぼ無意味ということなので、性格は補正がかからない、真面目や頑張り屋などが無難です。通常の対戦と全く違いますね。レベル1のステータスで、最も影響を受けるのは素早さだと思います。というのも、使用可能ポケモンで最速が150族のメガプテラなのですが、あのとんでもなく速い150族も、このルールでは素早さが8しかありません。また、計算式上、HP 以外の最低ステータスは4となります。このことから、素早さは4から8の間になるということがわかります。そう、なんとこのルールでは、素早さが5通りしかないのです。通常対戦でも1の差が先手後手を決める重要な素早さが5通りしかない。これがどういうことか。ということで、早見表がこちらになるのですが、注目していただきたいのがこの帯域。この場合、素早さ種族値53から102のポケモンは、最速で素早さ7になるということですが、つまりは、素早さ55族のナッシーや EV、100族のキューコン、101族のデデンネなど、こいつらがみんな同速になるということなんです。通常対戦なら、最速に調整し、こだわりスカーフを持ってやっと抜けるところですが、このルールでは努力値を振るだけで対等になります。すごいお話ですよね。さらに、素早さが5通りしかないということは、同速の対面がかなり多いということでもあり、すなわち、先手、後手がほぼ運任せ、ということになります。明確に、あのポケモンを抜く、という調整がほとんどできないんですね。ただし、意外と運ゲーに持ち込めるので、そこに楽しさがなくもない、といったところではあります。では最後に、ランキングから流行りのポケモンを見てみましょう。2019年9月18日現在の PGL のデータです。なんと、1位はまさかのコータス。
第7世代でひっそりと、特製日照りをもらったことがここでやっと生きました。最速で素早さ8という環境も相まり、殻を破るが非常に強力です。他には、いつもランクインしているミミッキュがここでもランクイン。トルシェン、ガルーラ、ウィンディ、ドーブルなど、通常対戦でもたまに見るメンツの中、赤ナンが堂々の神セブン入り。攻撃種族値40ながら、特性ヨガパワーで実数値は驚異の12。飛び膝蹴りやバレットパンチなど、技も良いです。他にも、石で進化するにもかかわらず、EV がブイズの中で唯一30位以内にランクイン。どうしたんだブースター、何のための石進化だ。と思ったらやっぱりウィンディに邪魔されてますね。またお前か。人気ポケモンの傾向を見てみると、ルール上使える、高種族値のポケモンや、メガ進化のあるポケモンが好まれていますね。特性は、スキルリンク、頑丈、いたずら心、力持ちなどが人気です。中でも、スキルリンクは5回攻撃が確定するので、半減や4分の1の相性でも、5ダメージは保証されるというメリットがあります。最大でも HP が16というルール上、かなり有用な特性となりますね。また、全体的に、あまり素早さが重視されていないように見えます。先ほどあったように、種族値に差があっても同じ素早さになる場合が多いこともありますが、実は、素早さ種族値20のコータスですら、こだわりスカーフを持てばメガプテラを抜けたりします。本当に面白い環境ですね。このカオスなルール、ぜひ皆さんも遊んでみてほしいと思います。ここまでご視聴、ありがとうございました。残り少ない期間ですし、この動画もすぐに過去のものになりますが、当時はこんな面白い環境があったんだ、というログになればと思います。残りわずかな第7世代を楽しみ、来たる第8世代を迎えるということで、今後ともよろしくお願いします。それでは、